コミックシティ公式ロゴコミックシティは赤ブーブー通信社が主催する同人誌即売会。かつては複数の同人誌印刷所によって共催されていた。東京、大阪、福岡にて年通算20回程度開催され、大阪、福岡では最大規模のイベントである。東京、大阪は口実する理由により女性向け作品を発表する。 女性サークルが参加のほとんどを占める。主催の有限会社、K コーポレーションは、法人専業の同人詞即売会主催者として30年の歴史を持つ、本を作る、本を売る、本を買う、をテーマに流通機会の少ない漫画同人詞を定期的に維持供給し、同人相互の交流の場を提供することをコンセプトに掲げる。 かつては各地でイベントを開催していた。近年は東京、大阪、福岡の3都市での中大規模のイベントが主体であり、同じオールジャンルでもスタジオユーが主催するコミックライブなどと住み分けている。近年は ZR シリーズ擬人化王国の名称で企画系オンリーイベントも開催している。2016年夏頃からはコミックシティ内で 同時開催する併設オンリーも企画し、同日で30数本のタイトル別のオンリーが開催されるスタイルを採用している。また、コミックシティ内にオンリーイベントを内包するイベント内イベントをプチオンリーと称して積極的に行っている。開催によっては募集スペース数が1万3000から2万となり、1日あたりのスペース数ではコミックマーケットを超える。 大規模な開催となる。サークル参加、一般参加を問わず、未就学児童の入場を禁じている。また、徹夜行為及び午前7時以前の来場禁止など、参加者及び来場者への注意事項が公式サイトに掲載されている。入場方式は、イベント別に以下の3種類がある。完全パンフレット購入制対象、福岡会場パンフレット、入場券購入制、 対象、1月大阪、3月春5月スーパー8月、大阪、10月スパークなど、全館規模のイベントパンフレットと入場券の併売方式。この場合、入場券がパンフレットより数百円安い料金定裁となっている、一般入場無料上記以外のイベントのすべてが、対象入場無料で、パンフレットはオンリーブににべて発行する。原則、 一般パンフレット購入制である。ただし、近年ほとんどのオンリー併設イベントは、パンフレット自由購入制による入場無料であり、それが主流になりつつある。オンリー開催の増加に伴い、2015年頃より参加サークル向けに企画し開放され始める。以降の一般参加者にも開放され始め、2016年10月からは、事前にプレイガイドでの更衣室利用券の販売を、 採用する。2017年10月からは一般参加枠と区分するため参加サークル向けにローソンチケットでの事前販売制を開始した。なお、ローソンチケットでは販売はクローズド販売となり参加サークルのみが購入できる仕組みを採用している。口述の通り2020年は行為室を確保できない等の理由からコスプレを一切禁止したため、 チケットの販売を中止した。東京国際展示場で年6回程度開催。特に春コミックシティ、スーパーコミックシティ、コミックシティスパークが大規模な開催となる。インテックス大阪で年6回程度開催。1月開催のコミックシティ大阪とスーパーコミックシティ関西は、それぞれコミックマーケットの直後に開催。福岡や福岡、ドームで 年3回程度開催。九州では最大の同人誌即売会であり、コミックネットワーク休止後は九州地区唯一の大規模、オールジャンル即売会である。規模、アクセス、他のイベントの開催頻度の関係上、男性向けのサークル参加が比較的多く、コスプレ参加があるのが他地区にはない特徴。詳細はコミックトレジャーを 参照男性向けのオールジャンル同人誌即売会。インテックス大阪で年2回コミックマーケットの後に開催される。同じ運営会社による開催だが主催の名義が異なるため厳密にはコミック式とは別扱いである。複数の同人誌印刷所による共催を経て1988年より同人誌即売会を主催した赤ブーブー通信社と東京文芸出版とが 同じコミックシティの名称で単独内視共同開催をしていた。1995年のスーパーコミックシティ4を境に赤ブーブー通信社単独での開催となっている。1994年10月、同年春に改定された千葉県の青少年、保護条例を理由とした男性向け同人誌の扱いに絡み、幕張メッセでの開催を直前になって中止した。 この事件は、コミケ、幕張滅説違法事件の後、約3年を分けて起きたものであり、同様に、幕張コミックシティ中止事件と呼ばれる。直後の1994年11月の東京、晴海でのイベントに際して出展サークルに、千葉県の条例と、ほぼ一致する、赤ブーブー通信社コミックシティにおける自主倫理規定18歳未満に、販売できない図書の基準を作成し、 その遵守を求めたが、これが同人誌業界内外で批判を浴びると、数ヶ月後に撤回した。この動きは男性向け同人誌を発行するサークルの、離反を招き、その後現在に至るまで、福岡以外のコミックシティが、女性向けジャンル主体のイベントとなったエイとなっている。東京、大阪とも、アダルト、男性向けジャンルに配置されるのは、数十数サークルに過ぎない。 1995年5月4日に開催されたスーパーコミックシティ4でオウム心理教関連のチラシ及び出版物などを持ち込み、反布しようとして主催者とトラブルとなった。結果として警察に通報が行われ、男が銃刀法違反で逮捕された。当時は地下鉄、サリン事件直後だったこともあり、多数の警察が出動し大きな騒動となった。 2011年3月20日に開催予定だった春コミックシティ16は東北地方太平洋沖地震の発生により会場使用が不可能となったため中止となった。以下に記したコミックシティについてクロコノバスケの関係者に対する脅迫事件や関連イベント自粛の続出を考慮し会場から自粛要請がありクロコノバスケのサークル参加及び反復を制限した。 東京開催については、2013年5月3日4日、開催のスーパーコミックシティ22校は通常、開催となる。大阪開催は2014年1月から通常開催。福岡開催は参加制限をしていない。2020年は、東京オリンピックパラリンピックの開催、及び新型コロナウイルス、COVID-19 の流行など複合的理由で、 開催会場の変更や中止が相次いだ。ありがとうございます。